さあ今日一体何やんのかな。はい、その名も、うん、ゼノニア S。 おー、ゼノニア400年にわたる伝承の重みがない、重みがない。ガムを噛みながら玉ねぎを切ると涙が出ないんだよ。どうも、始まりました。ゴージャス動画です。私ゴージャスです。アシスタントは仮面女子の神谷エリナです。エリナさん、よろしくお願いします。仮面女子仮面女子カビヤ、カビヤさん。カビヤです、今日カビヤ、カビヤです、カビヤです。鼻ガンガン詰まってるね。鼻、あ、お風邪。いや、違います。違うの、うん、ちょっと突然、気候の方が寒くなってきたので、うん、こんな格好してるからですよ。食べてるんですよ、それを。食べてるんですよ、それを。鼻の方が今日詰まってます。詰まってますけど。元気です、私は。ね、元気。じゃあ、元気第一で頑張ります。元気第一、健康第一。健康第一。クラゲー、あーい。さあ、今日一体何やるのかな。はい、今回は、リリースされて間もないタイトルなんだな。うん、新タイトル。はい、その名も、うん、ゼノニア S。 おー、ゼノニア S どっち、 S、 そっち、 S、 こっち、 S、 逆、どっち、 S、 わかんない、わかんないね、うん、S、 ゼノニア S。 そうなんですよ。どんなゲームなのかな、ね、うん、やっていきたいと思いますが、うん、その前に素敵なゲストが来てます、うん、どうぞ。どうもなぎさです。今日もよろしくお願いします。なぎさちゃん、なぎさちゃんだ。なぎさちゃんだ。定期に来てくれるなぎさちゃんだ。すごい、衣装の統率感が取れてないですよね。これ私個人的にはゴージャスさんの衣装に合わせてきたんですよ。合ってるかね、これね。な、何なんだろうね。合ってなかったかな、ちょっと。これ、事前にやっぱなんか言っとこう、みんなで。今日はこういう系統でみたいな。セーラー服で行くからブレザーね、つめで行くからね、そういう感じの学生ものじゃないか、今回。でもなんかヨーロッパの中世時代というかさ、うん、ね、はい、で、エリナちゃんがちょっと近未来な。近未来、うん、あれ、ヨーロッパ。あ、俺もヨーロッパ。ヨーロッパな感じだね。じゃあこっからこう切れちゃう。違う違う違う、でもどっちかって言ったら茶色、茶色で。ああ、まあそうだ、色的にもね、うん、まあどうにでもなりませんね、これね。ダメですね、うん、もうゲームいきましょう、うん、はい、はい、ということでね、うん、今回はですね、はい、スタッフさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。新タイトルということで。そうですね、はい、今回、もうシリーズものなので、うん、まあ、もうすでに知ってる方もいるんですけど、はい、まあ、その新しい楽しみをちょっと、まあ、満喫してほしいなと思ってます。じゃあいきましょうかね、じゃあ今回もね、はい、よし、ましょう、うん、早速いってみましょう。いきましょう。じゃあ早速画面からいきましょうかね。画面こちらです。ズドン。はい、まずはですね、なんか PV があるといい。あれ、ん、女子プロの方じゃないですよね。ずーっとさっきからこうやって、これずーっとやってる頃、ウォーミングアップだよね。そうそう、腕温めてるんですよ。腕温めてるプロレスゲームをね、やるための温めかもしれないね。気合入ってるんですよ、今日は。いいね、確認取らないよと思って。 PV があるらしいんでね。PV からいってみましょう。じゃあ PV スタート。おぉ、うん、ゼノニア S。 かっこいい。おぉ、お、主人公かっこいいね、これね、真ん中、うん、あれ、二頭身。おぉ、早い、早すぎる。お、うん、あ、フェニックスみたいな、うん、戦い方が、おぉ、おぉ、鍛冶屋のおじいさんが筋肉すごい、うん。あ、かわいい、綺麗。おぉ、おぉ、かわいい。キャラクターかっこいいね、やっぱね。おお、うん、かなりギュッと詰まってましたね。ギュッと詰まる、早くて、おらってなっちゃったけどもね。ちょっと面白そう、やっぱりなんか。そうですね、なんかキャラクターが、なんか二頭身みたいな。
そうですね、うん、SD キャラで、SD キャラ、うん、ゲーム内ではまあ SD キャラが多くので、うん、まあ、結構可愛い感じの作りになってます、うんうん、でもかっこいいキャラも結構いっぱいいて、あ、女の子も可愛いし、シリーズがもう、ガラケーの時からまああって、うん、まあ、シリーズ今回6作目なので、おお、もう全世界でもういろんなユーザーが遊んでるゲームになってます。おお、すごい、6作目にして S になったんで、うん、次どうするか難しくなっちゃうんですね。まあそうです。とりあえずはこれしようかなって、それちょっと後で考えます。とりあえずはね、レッスン頑張ってやっていこうということで、はい、じゃあですね、はい、うん、お借りしてる端末の方にちょっと切り替えて、はいはい、実際にゲームをやってみようか。おお、楽しみですね。じゃあ早速画面こちらですね、こちらです、ドン。はい、ということで、ゼノニア S 時空の狭間、うん、お、うん、サブタイトルもなんかね、意味合いですか、うん、はい、あれあれいるね、あれ、あれ、あれなんかいるね、あれ、あれ、もしかして偶然のもしかして偶然のこの一致的な感じ、これ私もしかしたら実写化、実写化実写化はねあるかもしれない、もうこれ使っていただきたいですよね、連絡します、ちょっとウォーニングアップしとかないと気合入れて、それまでに鼻の詰まりをなんですはい、それでは行ってみましょうかね、うん、はい、じゃこちら、ログインから、はい、はい、行きたいと思います、ポチッと、 おさあ、ここからは、はい、あ、キャラクター選択、あー、はい、最初の画面にいた5人がこれ使えるんですね、あ、そうですね、5人の中で自分が好きなキャラを選んで、まあ、始めればいいってことですね、ダザ、見る、ビシッ、カッコの中がスラッサーとか書いてあるけど、職業になります、はい、海賊はいないですね、そうですね、海賊はない、アサシンって何ですか、暗殺者、暗殺者、暗殺者、そうですね、うん、それにするってことですよね、もう、本当にもう、好きなキャラでも好きなキャラ入れれば大丈夫ですので、ダザかな、そうなんですか、主人公かっこいいってあれだけ言っといて、まさかダザを選ぶ、ダザファイター、いや、でもやっぱ、ね、でもちょっと、じゃやっぱ主人公かっこいいから主人公でいきたいと思います、僕カイル、スラッシャー、こちらでいきたいと思います、じゃあ作成でポチッと、はい、これはこのままもう確認ですか、そうですね、はい、パラメーターも、うん、いい感じですね、うん、まあ、気温になるキャラなので、うん、いや、めっちゃ買いやすいとは思います。そうですよね。はい、まずはね。お、お、読んだ方がいいのこれ。うん、早くリリーを返せどっちどっち、アイスクイーン、どっちアイスクイーン。私が死ねば少女も死、一緒に死、一緒に死ぬことになる、いやいや、一番死にそうだろ。あの子のことは忘れて元の世界に戻るがいい演技力は必要じゃないこれね選ばれたとしてもね、うん、そうはいけない、リリーとお前を一緒にいさせるわけにはいかない、えい、これでも食らえ、うわ、まだまだ勝手にダメですよ、じゃあさあこれは操作画面、はい、左でパッと、うん、こっちは攻撃ですね、はい、必殺技が、必殺技的ないんですか、だから、はい、これでいけるかな、アイスクイーンをまず倒すのか、はい、よし、あ、これ矢印の上が、あ、これ僕ですね、はい、これね、そうですね、あ、これが二頭身になってるんですか、ガンガンやられてる、そうですね、やばい、ガンガンやられてる、めっちゃ強い、あ、面白い、こういうことだね、わかった、これ、こういう、あ、全然当たってない頑張れ、頑張って、当ててるんです、避けるのは、避けるの、避けらんないよ、同じ方向を2回タップすると一応ダッシュをします。あ、怖い。これ勝てます？一応勝てるんですけど。勝てる。よし、まあ、じゃあそれを聞いたら俺はいける。いけ。あ、勝てるな、これ勝てる。あれどこ行っちゃった？ダッシュ。矢印を。あ、色変わった。え、なんで？あ、戻った。なんで今の必殺技なのかな、敵の。お、どう？俺今決まったでしょ今。そうですね、毒のかかったような感じですね、敵が、本当だ、戻った、ミスばっかりじゃないですか
ミス違う、ミスは僕のせいじゃないですね。いや、敵が違うんですよね。そうですね、一応アイスキンはラストボスなんですよ。いきなりラストボスなんですよ。そのラストボスが出てくるんだけど、それはまたストーリー上また重要な、重要な、あーまた色が変わった。いきなり激闘。どうこれ、ほら、頑張れ、あとちょっと。結構必殺技当ててるんだよ。必殺技締めしたいな。あ、やっつけちゃった。あ、これで終わったのか。あれ、あ、これはどうなってる。だ、ダメだコミカルこんな主人公。まだよくどうなってるか分かってませんからね。お、ちょっと何さちゃんかな。400年にわたる重みがない、重みが重みがね、うん、ま、じゃあ目読、皆さんも目読してくださいよね。ね、びっくりしちゃったな、この二人のすごい演技力と。びっくりしちゃって今。そしてその機会がついに訪れた。こっちの方が得意だったのか。うん、鼻が詰まってる。時空の狭間です。時空の狭間で。おお、おで、今実際の村に入りました。よ、クエストをタップしてページを開いてください。うん、俺が出てきちゃった。ちょっとじゃあクエストで、はい、はい、クエストをちょっと進めていただければ。はい、お、承認。これ何をしてるんだ、はしごを探して、あ、クエストですね、これはね。はい、受注して承認。お、野菜畑に落ちてくる。地方性フローだって、さっきここ。な、なんだここは。ここは大根畑ですよ。あ、大根踏まないでください。ギルドマスター、いろんなモグラもいるんですね。俺はびっくりです。ここはどこですか。おじいちゃんは誰。笑いすぎでしょ。私は天井軍のギルドマスターですが、マスターと呼んでいただいても結構ですよ。それとネズミ族の皆様は私の畑を踏みにじっておいでです。ご本ご本。どうしてこんなところに、どうやって巡りついたのかな。穴を掘ってこられたんではないでしょうか。素晴らしい演技です。ネズミ科の方たちは記憶力が弱いと言われていますからね。フォッフォッフォッ。あ、上にあるあれなんだ、ポータル。ポータルを使ってきたみたいだけど、ポータルが消える。あ、待って、消えちゃった。立ち話もなんだし、大根でも来てきますね。大根来てきちゃった。あ、じゃあどっちだ、どっちだ。キャー、助けて。いや、演技力すげえな。だ、誰だ、またポータルが現れたのかな。よし、さら。お、ちょっと、今大根を切っているんですが、一口。うん、一口食べてから行けばいいのに。大根がね、これ大根ですからね、大根。え、何の話大根ですか。いや、大根役者、ね、あんな小さい子が屋根の上にどうやって登ったの。セルマ、あ、助けて、落ちちゃう。うん、いいね。なんだ、大したことないじゃん。え、どこ行くんですか、助けてあげないんですか。何役も結構出ますね、人がね。うん、色々私が出る幕じゃなさそうだけど。え、ポータルから落ちてきた。もうあれなんか下手に呼んでる感じが出てきてるけど違うんでしょ。いや、ちゃんとやってますよ。ポータル、待って、今すぐ助けるから。あ、ありがとうございます。森にはしごがあるのですが、それを使ってください。おね、セルマの演技力かもしれませんね。こういう、そういう、そういう方かもしれない、ね、かもしれない。さあ、まずはね、はしごを探して、はい、確認を、確認をして、はい、じゃあ探しに行くんですね。はい、よし、この子が開始ですね。あ、この子は、後で村に戻ると分かるんですけど、うん、まあ、はい、光ってる、うん、ペアリーっていうキャラですね、うん、おー、まあ、とりあえずはしごがなければね、話が聞けませんからね。あの子が何か知ってるかもしれない。お、なんかこれもしかして、そうですね、そこから操作ですか。あ、もうこいつもやっつけて、やっつけていく。そうですね、あれ全然強い、こいつら最強か、まさかの序盤でしょ。
あ、別に全部やっつけることない。あ、全部やっつけないと次のステージに行けない。あ、ほんとに、はい、すごい、いっぱいいる。全部やっつけ。あ、後ろにフェアリーが来てる。そうですね、あれがフェアリーなんですけど、フェアリーは一応主人公についてて、能力値をいろいろ上げてくれます。おこれさっきみたいに必殺技がないんですね、これまだ。そうですね、努力値は全部奪われちゃいました。矢印がある方向に進んでもらえれば。はーい、全員お前つけたんだよ。よし、うん、よし、行くぞ。かわいい、バンジューみたい。本当だね。確かに。一応、1クエストに、まあ、3ステージぐらいあるので、はい、ほうほうほう、でこっちも全部倒して次に行くとボスが現れる形になってますね。ボスがいるんだ。そうですね、強いっすか。まだ大丈夫だと思います。まだ大丈夫、まだ序盤ですから。まあね、いや、まあ、これゴジャさんの腕であれば、腕であればね。じゃあ危ないっすよ。いや何言って、じゃあ危ないですよ。バカ野郎。じゃあもう一個、もう次ですもんだろうね。そうですね、私のイメージも序盤で倒れるイメージある。大丈夫だ、ライブ大丈夫。これ同じやつもでかいやつだったら全然大丈夫だよ。なんだ、まあボスさえ倒せば終わるっていうのもあるので。あ、ボス先倒せばいい。そうですね、この円があるやつがボス。そうです、ボス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 。いや、鼻詰まりすぎなんだって。お、なんか、ちゃなんか色が変わった。そうですね、あの黄色の状態ではブロックされちゃいます。おお、本当だ。でその時はまあザコを倒しながら、まあ、待つっていう形で。もうすぐやっつけちゃう、これ。ほら、もう半分切ってるから。大丈夫、大丈夫、大丈夫。この子たち攻撃。おお、倒した。おお、やったー。やったんだ。ほら。ねえ、の方も SS ランクが一番上のランクなので、ほらほら、まあ、早い時間クリアしましたっていう意味になります。見ました、見てください、これ SS ですよ。まあ、大体もらいます。誰も、誰も、そこはなんか、それそこはすごいっすねって言ってくれないと。はい、じゃあこれで OK。 はい、これで、いやー、これ今のではしごを取れたんですかね。そうですね、でクエストをまたタップしてもらって、はい、これで完了、まあ、クエストが完了。はい、じゃあセルマ、セルマ、セルマ来た。どうもありがとう。さあお嬢ちゃん降りてきなさい。セルマ感情を盗まれたんですよね。あの顔もあんまり笑ってないから。あ、チビどうも。すごい、鼻の詰まりがある。ね、どうもありがとう。鼻声になってたのね。はい、女の子、勇士が抱きしめる。うん。うわぁ、ちょっと、やめ。何よ、勇士様の正体をバラしちゃうからね。何、何をしてんだ、正体、私のこと何か知ってるのか。勇士様は、私の守護天使なんです。いや、キャラクターも、キャラクターもキャラクターでも、変なことになってない。なんだって。これからどこへでも、勇士様の後についてくもん。めんどくさいことになったな。おぉ。おぉ、これで OK。そうですね。はーい、閉じる。もうちょっと、あ、ごめんなさい。もうちょっと、チュートリアル続くので。しちゃうと思うな。うん、あ、またライム、ライムでしょ、これ。そうですね。ライムですね。たら、凝ってますね。あ、新しいのできたことだ。お。もう。竜族。うん。ほら、ルース。仲間？どういうこと？あ、今村にいるキャラなんです。はい、で仲間ではないんですけども、たまにクエストを出してくれたり、あ、そういうことですね。まあストーリー上ちょっと関連がある話をやってくれたりとかっていう感じですね。とりあえずはでもこっちのライムをやっつけましょう。怒ってます ね、 結構。ライムはね、うん、あのね、攻撃的な顔をしてないからね、すごい戦いやすい。だいぶ威嚇してこないですね、顔で。そうですね、うん、でも逆になんかこうちょっと罪悪感みたいなのありますね。ないないない、全然ない。弱いものに強いから俺。あ、
あれ違うのがいる。あ、新しいの出た。なんか腹すごいことになってる。ゴブリンだ。ゴブリン、おゴブリンの方が強いな。ワンツースリーが決まると気持ちいいね。そうですね、いいですね。よし、全然外すね。全然外すね。外しますね。でもやっぱそのワンツースリーちゃんと決めれば攻撃力高くなりますね。なんか出てきた。あ、取れた取れた。お、装備装備、そうだね、アイテムだ。こうやってどんどん強くなるでしょ。お、あれあれなんか変な、バサクライム。あ、さっき言ってたこの怒りじゃないよ。怒ってるのかな。ちょっと切れてるんですか。あ、切れてる。切れてないですよ。一人大丈夫。一人で解決しちゃった。来た。あ、これいいや。でかい。わあ、これは怖い。怒りのライムや。これ苦手なタイプ。大きい。あ。威嚇してるから。うん。こう嫌なんだよね。人間としてもこうなんか威嚇してる人っているじゃん。はい。嫌いなんだよね。ああそうなる。こういう感じ。こういうなんか、いやすごい、なんかすごい。でも謝ればなんとかなるんじゃないですか。なんで謝らなきゃいけないんだ。わ、あロックした、ロックしたら逃げよ。ロックしたら逃げよ。お前めっちゃついてる、めっちゃついてる。早いなこれ。粘着されてる。ロックしたら逃げ。ロックしますね。ロックしたら逃げ。これダッシュってどうやってるんですか。これポンポンってやる、2回。あ、いける、いける。あ、違うやつが。もうすぐ、もうすぐやっつける。ちょっと。あ、色変わった、色変わった、逃げよ。よし。これもあと、一体だけ。一回、もう。あとちょっと。オッケー。いけー、あと一回。オッケー。やりました。真ん中、真ん中にする。あれあれ、あまあまあ。やっぱ違う、威嚇されてしまったのにビビっちゃったのがやっぱこう敗因なのかなみたいな。いや僕はこれはね、戦略的撤退的なやつだからね、そんな気にしてません。でも S ってすごいからね。そう、そうですね。S、 いやいやいや、チュートリアルですよ。失笑ですよ。いや失笑じゃないでしょこれ。みんなやってみなさいよ、これ難しいからね。え、ほら大したものです。ルースも言ってますから。はーい。撃退しましたので。お、あ、スキルをね。そう、スキルがね、欲しいんですよ、あの。最初に出てた、あの、強いスキルとか。そう、最初に使わせといて、うん、使えなくなるっていうのはちょっとね、あれ弱くなっちゃったのかなみたいになっちゃうんだ。全部使っていいの、うん、おー。アクティブとパッシブスキル。まさか知らないんですか。知らないんですか。知らないんですか。みんな知らないだろう。みんな説明してみろ。じゃあ、スペースラットに登録して SP を消費して使えるスキルです。パッシブは習得した後に持続的に適用される効果のスキルことです。SP を使う。知ってたよ。いいね。はいはい、そうでしょうね。すごいな。アクティブスキルを1つ習得してアクティブの方を1個。あ、これだけね。レベルがまだ低いかな。お、スキルを登録、ここに入れるんだね。あ、今入った。はい、よし、とりあえずここで帰って、よーし。おぉ、ビップレベル1達成。はい、ここで。はーい。はい、ということで、チュートリアルはもう今ので終わりですか。はい、終わりです。お、エリナちゃんがいたよ。あ、ほんとだ、私だ。これはゲームの中のキャラクターですか。うん、そうです。あ、ブラニールキャラです。ブラニールキャラ、まあ、後でクエストくれたりとか。おお、すごい、これ絶対私のこと好きですよ。いやいやいや、エリナちゃんって名前、いやいや、星の数ほどいるよ。ね、はーい、そんな感じで。おお、ちょっといいですね、なんか受注を受けてそれをやっていくみたいな感じの、はい、うん、ストーリー性も広がっていくし、うん、
アバターがすごい可愛いですよね。ね。今ここに出てるユーザーさん、いろんなユーザーさんが着てるアバターがみんな違うんですよ。うん、ね。これまだね、配信されたばかりなのでこんなに。こんなにたくさん。ね。みんな結構やり込んでる。さっきウサ耳とかも ありました。ウサ耳もあった。あった。可愛い。早く変えたいです、アバター。ね。自分好みのアバターをゲットしたいですね。いや、いいですね。はい。はい、ということでね、うん、今回はですね、うん、今、ご覧の視聴者さんに、おなんと、特典がございまーす。おーやったどこ下はい。上下どっちどっちするこちらですね。下ですね。じゃあ、はい、これ、うん。こちらぜひですね、皆さんですね、うん、ゲットしていただければと思います。はい。うん、はい。それからですね、次回もやりますよ、メロニア S。 おお、次回もまた強いとこ行くのかな。じゃあそうですね、うん、あ、ま、強いっていうか、まあみんなで遊ぶモードにしたいなと思います。みんなで遊ぶ、うん、私たちみんなでできるんですか。そうですね。おー、わー楽しみ。ログインして本当に誰が強いのかっていうのを見せてやるから、ね。うん、わ分かりました。本当に。いやいや、そういう人こそ負けるんですよ。うん、鼻かんどけ。鼻かんどけよ。腕は食べてるんで大丈夫です。はーい。次回も楽しみでございますね。はい、はい。はい。ということで、皆さんもゼノニア S ダウンロードして、ぜひ遊んでみてくださいね。ご視聴ありがとうございます。ゴージャス動画ではですね、チャンネル登録をおすすめしております。チャンネル登録することによって、エリナちゃん一体何がいいことあるのかな、もしかしたら私が鼻を噛み始めるかもしれません。ね、このティッシュをプレゼントしませんか。はい、そんな感じで本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。はい。いや、なに、どっから音が出てんの、それ。吸ってんの、吐いてんの、どっちなんそれ。次回まではね、直しておくように。はい、どうもすいませんでした。はい。